小ヤギチャンネル。マッシャイ。はい、どうも毎度小ヤギです。本日はですね、バレットボスバトルのアーカイブなんですけども、振り返りながらね字幕で、解説入れていきたいなと思うんですけども、とりあえず、今回連れていくのは。赤属性遠距離攻撃持ちのエース、海軍潜入エースとゾロ、こちらも赤属性遠距離攻撃タイプのソラゾロと、俗に呼ばれるゾロですね。で、今回はかなり多めに字幕振ってあるんで、もしよかったら、参考にしてください。というわけでね、電車エースから出撃で、エースが死んでしまった場合にのみソラゾロ、エース自体まず、育ちきってないのにソラゾロなんて2ブーストしか解放してないから、まあ MVP を取るっていうよりかは、まあ、サポートチームが勝てるように遠距離でコンボつないでいくという、まあ、立ち回りをしたいんですけども、まあこんなに育てないキャラで MVP、まあ、何度か取れちゃったりするんですよね。っていうことはやっぱりこのキャラというかね、海軍潜入エースのまあ能力的にすごいと。で、一つ目すごいのは、まあ、この遠距離攻撃で、まあ、手数が多い攻撃がまっすぐボスに向けて飛んでいくと。これが青属性の遠距離攻撃持ちの、エースとは違うと。最後攻撃がまあ散らばるかどうかの違いなんですけども、こっちのエースは完全に遠距離から、全ての攻撃がヒットすると、青属性の方だとかなり近寄って密着しないと全部の攻撃は入らないと。そして2つ目に、青属性エースにはなくてこっちの赤属性エースにはあるという、まあ、能力でいうと、ヒッピー1で耐える、体力が 50% 以上の時にヒッピー1で耐えれるんですよ、このエースは。ただ青属性遠距離持ちエースはそれがないので、まあ、一発で撃沈します。で、この赤属性遠距離攻撃持ちのねエース、海軍潜入エースは、まあ、今回ね絶対使うとして、まあ、相方にね、まあ、誰を選ぼうかなと、まあ、小ヤギが、まあ、ある程度は育ってるキャラ、まあ、レベル100でメダル3つつけれるキャラでね、でなおかつ遠距離攻撃持ちで、まあ、強そうなキャラっていうのでソラゾロが、まあ、候補に上がったわけなんですけども、あのねこのまあ動画の後半の方で解説するんですけども、バーソロミュークマもなかなか強いなと思って、まあとりあえずはこの2人楽しいと。でね、まあクマは青属性のディフェンダーなんですけども、まあなぜあの一緒に共闘することになったかというと、小ヤギがもう最後の方を、緑属性ね、バレットが緑属性から赤属性に切り替わってんのを忘れて赤属性を結構しばらくの間連れて行ってたんですよ。でもそれも動画にしちゃったんで、あの赤属性のキャラとまあクマの共闘が起こったと。でね、まあこの海軍潜入エースっていうのはスキル1も2も吹っ飛ばし効果っていうのがないんで、まあ同じ遠距離同士でコンビ組むにしても、あのコンビ組む方はねスキルに吹っ飛ばし効果あってほしいんですよ。ただまあ基本的には死なないように心がけて立ち回るんで、エース一人でボスクリアするみたいな感じなんで、まあ、吹っ飛ばし効果うんぬんっていうことで言えばこのエースはね持ってないんできついんですよね。もうボスに旗触られたらもう見てるだけ、抜かれるまで見てるだけっていう感じなんで、はい、そういう意味ではね、やっぱりあのソラゾロとか、クマとかね、そういうまあいろいろ黒ひげとかボスを動かすことができる能力、引きつける、弾き飛ばすとか、まあ、吹っ飛ばすね、そういう効果があるキャラはやっぱり強いなとは思いますけども、まあ、手数が多いっていうのも一つの強さやし、ヒッピー位置で
伝えるっていうのも一つの強さやし、何を取るかですけどね。まあそんなこんなでなんだかんだ長々とお話ししてしまっているので、動画は、字幕でも解説してますので、まずはゆっくりね動画の方をご覧ください。それではどうぞ。バリバリのピスタル
ほら、ほら。弱すぎて話にならねえべ。
悪かったな。勝利な。I want to be myself。 はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、最後ね、同属性で連れて行ってしまってたんですけども、それでもまあまあ活躍できると。まあこれはね、最後 MVP ではなかったですけども、かなり強さの証明になったんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。